うまくポイントしました。はい、やっぱりこれはさすがにやっぱりベテランだと思います。田中の逆襲ですね。逆襲です。はい、鮮やかでした。これで田中選手世界選手権見事2連勝です。そして日本は6種目全部の入賞を成し遂げました。これで世界選手権2連勝なんですけれども、気持ちとしてはどうですか。まあ嬉しいと言えるだけですね。まあとにかく全部 大きな選手ばっかりでですね、もう最初の1回戦がブルーの2位になりましたけども、彼は倒すことが前から の念願 だったんですけどね、一応1回戦で倒したということで、それから少し調子に乗ってきました。大会を間近に控えた協会本部道場、指導員クラスの出場予定者たちが体と時間の許す限り全国各地からここに集まった。日頃の鍛錬に最後の磨きをかけるべく、連日激しい稽古に余念がない。知り合ったのは大学入ってからですね。大学入って空手部に入ってから田中先生との出会いがありました。週に一度日大の老中に指導に来て いただいて、それで初めて1年生で初めて会ったんですね。私になった印象はもう言葉で表せないぐらいの怖さしかないですね。体全体から出てくる言葉とか表情じゃなくてですね、体全体から怖さが滲んで出てくるんです。遠くから見てても。ただ強い、本当に強い、どこ行っても強い。それで追い越せないでしょ、未だかって追い越せないですよ。技術面ですか、田中先生の蹴り技があるでしょ、はい、ね、先生蹴り技が得意だと思うんです、はい、思うんですけど、そういう蹴りをやっぱ自分も主体にして、いろいろ田中先生の技を勉強していきたいと思いますね。
田中雅彦は現役の選手としての出場こそないが、組手に臨む気迫は未だ若手選手のそれを上回っている。それは常に世界の第一線に立ち続けてきた者のみが持つ凄みであり、また国際指導部長として自らに課した限界との戦いを今なお続けているからなのだ。23日、いよいよ全国大会の日を迎えた。1年間の稽古の成果がここで問われる。手と肩の個人戦と団体戦が行われる。田中雅彦は審判を務め、彼の目は時代を担う若手の成長を見つめている。組手の試合は寸止めルールとはいえ、負傷者が続出するほど苛烈さを極める。狂気と化した肉体、鍛え抜かれた技の応酬、一瞬たりとも予断を許さぬ真剣勝負の凄まじさだ。本当が空手業界にやっぱり先輩方いっぱい来られてたもんで、噂は聞いてたんですけれども、学生拓殖大学なんですけども、卒業の時にたまたまその年は優勝が多かったもんで、お祝いに田中先生来られていただきまして、その時初めてお会いしたのは初めて。つけ入る隙がないっていう、取られちゃってるんですか。だから自分が攻めたいところを全部もう潰されて、だからどこも隙がないようなところがあるんですね。割とあっさりされてる、人間的な大きさっていうのはやっぱり感じますね。
連盟 の、 あの世界大会ですね、前回の世界大会の時の最後の決勝戦で残り何秒かって時に得意技 の、 あの中段の前足での蹴りですね。やっぱり得意技っつってもやっぱりそう大きい大会でやっぱりこうムードとかそういう瞬間っていうのは2分間のうち何回もないわけですよね。そういうところでやっぱり得意技を正確に出せるってことにやっぱり驚いたですね。空手の強さっていうんですか、一撃当たったら誰が見ても絶対に倒れるっていうような突き蹴りですね。これそういう強いもん持っておられますから、ね、そういうとこを少しでもいいから自分にしたいなと思います、ね。組手個人戦は5回戦を終え、ようやくベスト4が勝ち残る。大会も大詰めを迎え、準決勝決勝の3試合を残すのみとなった。決勝戦は若きホープ今村富雄選手と、小柄ながら技の速さと爆発力からポケットアトムの異名を持つ山本英雄選手の対戦となった。勝利各失敗によって行われます。48年、九州で行われた世界選抜大会の優勝が田中雅彦の空手に大きな転機をもたらした。お前は今一番強い、それをお前は分かっているのか。先輩に諭され、それまで勤めていた仕事も辞め、田中雅彦は必勝を目指す。勝つための空手を決意する。暴れ回るだけの奔放な試合ぶりはこの時を境に影を潜め、試合全般に相手の動きを読み切り、残り30秒に全ての精神を集中し、一瞬の隙をついて完全な技を決めるのだ。威力がある反面、危険性の多い上段回し蹴りを出し控え、中段への回し蹴りを多用し始める。数多くの実戦で身につけた経験と人知れぬ努力の積み重ねが、派手さのない
決して決めやすいとは言えぬこの技を必殺の得意技に変えた。技術とともに培ってきた胆力、立ちふさがる強豪を次々に葬り去る。翌年昭和49年ついに第17回全国大会の初優勝を飾った。山本の1ポイント。この時以来全国大会3連勝、世界大会2連覇を含む前人未到の実績を打ち立てる。世界を制した必殺の得意技を史跡師範中山正俊先生の指導をもとに、その基本から解説してみよう。正彦の蹴りと突きのコンビネーションのうまさは、さまざまな大会で勝利をもたらし、相手に与える心理的効果の大きい技術で、対戦相手が田中正彦を恐れる理由の一つです。とりわけ外国選手にとって下からの攻撃は大きな脅威で、もし蹴り技に威力をかけば体格に物を言わせ、傘にかかって上から攻め込んできます。蹴りと突きの連動したコンビネーションは、相手の無理な押し込みを不可能にさせてしまいます。蹴り技を使う場合には、蹴り足の足首と支え足の足首がどちらもよく締まっていることが非常に重要なポイントです。蹴り足が締まっていなければ蹴りの効果がなくなり、腰を前に強く押し出し威力のある蹴りにするには、支え足を床に密着させ、足首の強い動きがなければなりません。田中正彦の足首の使い方は非常に優れています。足を踏み替えての前足での蹴り技は、田中正彦の最も得意とする技の一つです。第2回の世界大会において、ユーゴスラビアの名手ヨルガ選手と戦った時に、この技で見事な勝利を収めています。足の踏み替えと腰の切り返しを同時に行い、逆に言えば腰の切り返しが足の踏み替えをさせることが大きなポイントになります。そして前足を引いても腰を引かず、腰の位置を変えないで膝を高く買い込み、スナップを効かすのがこの技のもう一つのポイントです。前足を引くことによって相手の攻撃の間合いを外し、同時に行う腰の切り返しが五の線の蹴りの攻撃を可能にします。蹴りから続いての回り込んでの突きは、相手の攻撃を外し、逆に死角をついて攻撃することができます。場外近くの戦いにおいて
とりわけ有効な技術です。この前足での前刻み蹴りも田中雅彦の非常に得意な技です。第2回の世界大会個人組手決勝戦において西ドイツの強豪ビロートを下し優勝を決めた時にも使われています。この技のポイントは蹴る際に腰の位置を引かず逆に相手の方へ強くかつ高さを変えずに押し出しながら蹴ることが重要です。そして膝の買い込みを胸に近く高く十分に行わなければなりません。不十分な買い込みはスナップをなくし蹴りの強さを失わせいい蹴りのコースになりません。この技は小さな技ですので蹴りのインパクトの瞬間に腰を切り込ませることも大事なことです。蹴りの威力を増しポイントを取るために必要なことです。次に田中雅彦自ら稽古の形を借りて技の解説をしてもらおう。大会で準優勝を成し遂げた今村選手、彼の今後の課題である低い体勢での攻撃を目的にまずは相手が切り返す一瞬の隙を突く稽古です。お前こう相手がさ切り返すのよりももっと早く切り返す、今どうですか、切り替えたことで深く入ったらディープです。相手が切り返す動きというのは一試合のうちで必ず一回はあると思っていい。その隙を逃さず田中雅彦の場合は蹴りを決める。次に得意技の一つ切り返しながらの前足での回し蹴りを教えていただこう。
足をできるだけ相手よりも早く引っ込んで、こっちの右の腰骨をできるだけ相手にぶつけるんですからね。そうすると相手よりも早く用意ができるから、はい、相手の蹴り足が着地する前に蹴りまでの動作が完了しなければいけません。天性のバネを生かし、さまざまな工夫と努力を積み重ねた技術は、いまだもって衰えることを知らない。現役として、あるいは国際的指導者として、文字通り体を張って空手に打ち込んできた、その人間像はいかなるものか。茶帯時代からの彼を知る好敵手、飯田本部指導員に、選手としての田中正彦を語ってもらおう。田中先輩が、試合で初優勝の時は確か48年の7月、船越先生の50周年記念の世界選抜大会が、九州で行われた時の優勝が初優勝だと思うんです。ですから年にすると31の時だと思います。またその時決勝戦が僕とやったもんですから覚えてるんですが、確か延長になって、最後先取り勝負になって田中先輩に負けたんですが、あの後その試合の後ですね、田中先輩が今のも覚えてるんですが、まあ、涙をちょっと目に浮かべて、飯田初めてなんだよなって言ってたの、まあ、今でも思い出しますが、いや試合は勝たなきゃいかんなって言って、それから先輩は無敗で現役を、世界大会の2連勝含めてですね、現役引退するまでその試合から無敗で、さっき言った3連敗っていうのはこの時から3年連続決勝戦が2回という肝心かの間の時には負けてて、まあ互いに対して成績上げられない頃には勝たせてもらったけども、大事なところに来ては常にその先輩の稽古に対する努力っていうんですか、そういうものにかなわなかったと今でも思ってます。でさっき言ったように非常にこうバネのあるっていうんですか、技から見るとですね、バネがあるのと、非常におそらく負けず嫌いと言いますか、もちろん空手やってる人間が負けず嫌いじゃないものはいないと思うんですが、非常に意志の強いタイプだと思うんですね。ですから試合の運び方、稽古の仕方がどちらかというとテクニックよりもこう精神的な面で勝負してるという感じでですね、非常に先輩と練習でも試合でもすると
技で押された場合は、いわゆるテクニックで突き蹴りがパンパンとこう早く入ってやられた時は、さほど精神的にダメージっていうんですかね、プレッシャーっていうのは受けないんですが、先輩の場合非常に気迫の勝負って言いますか、技をかける前にもう気力で勝負しかけてくる、いわゆる気のプレッシャーがものすごく強い。ですから余計それこう気で押されて押されて、いわゆる蛇に飲まれたカエルのごとくですね、もう精神的に詰められたところにポンとこう突き蹴りが入ってくるもんだから、本当に参ったっていう気持ちが強く相手に与えるんで、おそらく怖いとかいう彼をてか先輩を批判する言葉にほとんど怖いっていうのが後輩から出てくるのはそこにあるんじゃないかなと思ってます。でまた非常に勝負強いって言いますか、諦めない、やはりそれは稽古にをしたという、人より稽古してるんだという、おそらく自信なんでしょうが、ブレーメンの世界大会の時でも、団体戦わずか2秒前に、逆転のポイントを取った、それから東京大会の世界大会の、実質準決勝だったんですが、もうポイント取られてて10秒ぐらい前に取り返して引き分けに持っていって延長戦と、非常に諦めないとことんまで俺は勝つんだという自信っていうんですか、そういうものを本当に気持ちでも体でも持ってる選手だなというふうに思ってます。国際部長として外国での指導にも当たる田中正彦、ヨーロッパ、アメリカ、中南米、アジア、アフリカ、中近東とその活躍の場はほぼ地球全域に及んでいる。その責任は大きく、明日の空手道に対する義務は非常に重い。外国選手指導員に田中正彦の指導者としての印象を聞いてみよう。Tanaka sensei has been very instrumental in helping foreigners when they come to Japan if their main purpose involves the study of karate. I believe that he thinks that by helping raise the level of technique in foreign countries, he will therefore give more challenge to the Japanese to improve themselves.Within the dojo training, yes, I have, and it's a very unique experience. I think we've learned the Budo way from Tanaka sensei. He always reminds me of a man that should have lived maybe 100 years ago. He has that samurai spirit and attitude to life, and I think this has rubbed off on a lot of the Westerners who believe in this sort of idea. That, I think,is a thing that cannot be described in words. I have learnt, he makes me enthusiastic. He sets an example for me, and I like what he does. And he's put enthusiasm into me. And I believe that the word enthusiastic is an important word. I would like to actually expand on that. Enthusiastic comes from the word en theos, means in God. So in other words, his spirit is like a godly spirit.In other words, he's imparting that, and there's nothing better than you can give a person than enthusiasm. Because that encourages humanity, that builds the whole of our society. Anything opposite to enthusiasm, like the word like indifference, collapsing and all that kind of thing, is the opposite. That is destruction. Any negativities in life, enthusiasm, if a teacher can bring that, he's going to build a big association and contribute. I believe he has got that quality. That's what he's given to me.我々がやってる IAKF っていうグループ、世界的なグループがあるんですが、まあ、そのグループの試合で第1回目の大会がロサンゼルスで開かれた時の、実は私が監督だったわけです。
それで、まあ、彼がもちろんその時優勝したんですけども、まあ、その段階ですとまだその外国の連中っていうのは割合まだ技術的にはそれほど伸びてなかった、まあ、彼がやってのいわゆるその思う存分っていうかもうなんか本当にこう作り上げた演舞を見てるような形でもって試合を順調にポン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 勝っていったわけです。まあそれで結果的には優勝という形になって、で第2回目 の東京でやの武道館でやった時にはもう今度はそれそういうわけいかないんですよね。だからこう向こうの方もそれだけの期間を練習、目で見て実際にやってみて、でそれでもってそれこう今度逆に研究してきますからね。まあ東京大会の時はもう彼もだいぶ苦労しました。特にあの決勝戦の場合なんかはですね、あの本当にその取シーソーゲームって言いますか、取った取られた取った取られたっていうことで その、まあ、そこまでやっぱり人間のこうギリギリの線までだと私はもうあの時思いましたね。というのはやっぱり普段の稽古いわゆる取り組み方、空手に対する取り組み方の真剣さがその場所にそういう形でもって現れてくるんじゃないかろうかと。なんかこうお題目的に言うと審議体だということをですね、言う、まあ、よく言われますけども、やっぱりそれはあくまでもそれを発表するのは稽古の内容であるし、あるいはものの考え方の集大成がそういういい面に出てくることが大切なんじゃないかなと、まあ、それを彼は実際にそういう意味で、実行してましたし、まあ、それを、まあ、見て我々も本当に武道館の連中みんなも感激してましたからね。まあそういうことじゃないかと思ってるんですかね、でしかもここでもう40半ばも近くなって、で今日本の空手界であれだけ体を動かしてあれだけ動けて、しかも年齢をこう超越してねやれるっていう人はね、私は他には知らないんですよね。まあそういうものをやっぱりしっかり見習って、でそれにはやっぱりそういう気持ちに自分がならないかんと思うんですよね。でその気持ちになるっていうことがさっき申し上げたなんかお題目だけ唱えてるんじゃなくて、実際に自分がそれでもってやっていくんだと、まあ、いわゆるその積み重ねっていうのがやっぱり大切じゃないかろうかと。それをやっぱり皆さん若い連中大いに見習ってもらいたいと思いますね。何かあるんじゃなかろうかと、彼自身のあるいは空手に対するまあ、情熱だけじゃなくて技の上でも何か我々が年寄りが考えるよりももっとやれる、肉体的にも精神的にもやれるものを彼自身もやっぱりその、まあ、開発していくなり啓蒙していくなりして、次のやっぱり、まあ、なんて言いますか、近代武道といいますか、近代武道のそのとしてのものの捉え方をこう斬新的なものをね、こういつか発表してもらって、でそれでそういうものを今度は後輩に、ね、今度は40になっても50になってもできる体でやっていけるんだと、技が落ちないんだと、まあ、いうようなものをやっぱり彼自身が率先して我々に見せてもらえばありがたいと思いますよね。
彦の空手は年齢の壁を突き抜けている。史上最年長での優勝を果たし、今大会における上位入賞者との対戦にも勝利を信ずることのできる自分に、空手家としての誇りを持つ男、田中雅彦。最後に若手実力者4人を相手に至難の4人掛けに挑んでもらおう。中山正俊首席師範はこの試合の見どころを次のように指摘する。第一に、技が突き蹴りともに冴えるのは構えた時の腰の状態にある。水平に保たれて前に押し出した腰の位置が自由に突き蹴りを出し、前にも後ろにも容易にさばくことを可能にしている。しかも支え足が床に密着する。心理的な要因からなかなかできない構えだ。第二に、突きと蹴りのコンビネーションが素晴らしいこと。第三に、蹴っても重心が低く安定していること。特に前刻み蹴りの時は腰を落としながら膝を高く買い込んでいる。第四に、足の組み替え腰の切り替えが見事であること。第五に、相手の技の見切りに注目したい。相手の攻撃の間合いを見切る技術はまさに五の線の名手と言われるにふさわしい。最後に、技が決まった瞬間からの斬新に目を向けてほしい。決まった瞬間、その場から飛び去り相手の攻撃を避ける動きは真剣勝負の試合において、とりわけ国際大会などに出場する場合、傷つけられることなく勝ち進むために非常に重要なことだ。試合の重要性が自分の身を不要な危険にさらさず確実に勝利を得るための厳しさがここにも見ることができる。
Ready!